さんこんにちは。超ワールドサッカーデイリーニュースです。 J2 昇格を目指すザスパクサツ群馬は23日京都サンガ FC からディフェンダー岩瀬剛を期限付き移籍で獲得したことを発表しました。2014年に市立船橋高校から京都に入団しプロキャリアをスタートした岩瀬、 FC 岐阜への期限付き移籍も経験しましたがレギュラーポジションを獲得できませんでした。 J3 を戦う群馬は現在勝ち点26で6位、昇格圏の2位藤枝前 FC とは勝ち点差5となっています。アーセナルがスペイン代表ミッドフィールダーダニセバージョスのレンタル移籍でレアルマドリーと合意に至ったとイギリス BBC が報じています。2017年にベティスからマドリーへ加入したセバージョスは2年目となった昨シーズン公式戦34試合に出場、しかしジネディーヌ・ジダン監督の下では構想外とみられています。なおレアルマドリー対アーセナルが行われる24日に発表されるのではないかと憶測されています。ストラスブールは22日日本代表ゴールキーパー川島英二と2年間の契約延長を発表しました。契約期間は2021年6月30日までとなっています。2018-19 シーズンはリーグワン最終節の1試合の出場にとどまった川島、1年ぶりに復帰した日本代表ではコパアメリカで存在感を示していました。一部ではヴィッセル神戸が獲得を目指しているとの報道もありましたがフランスでの挑戦を続けることになりました。ベティスは22日リヨンからフランス代表フォワードナビル・フェキルを完全移籍で獲得したことを発表しました。契約期間は2023年までとなっています。リヨン下部組織出身のフェキルは2013年にトップチーム昇格、かつてはリバプールへの移籍も近づいたもののクラブが許可を出さずに破談になっていました。スペインマルカによれば移籍金は2200万ユーロ日本円で約26億6000万円から2400万ユーロ日本円で約29億円とのことです。カタールのアルラーヤンは22日アルジェリア代表ミッドフィールダーヤシン・ブラヒミをフリーで獲得しました。契約期間は2022年6月30日までとなっています。ブラヒミは2014年のポルト加入以降公式戦215試合に出場し54ゴール43アシストを記録、技巧派ドリブラーとして活躍しましたがステップアップを目指しフリーとなっていました。今年の夏はアーセナルやローマなどが獲得に動いていましたが新天地は予想外のカタールになっています。以上超ワールドサッカーデイリーニュースでした。